爽やかな陽気に包まれました日発三沢球技場です。クラブ創設20周年、 J1 最昇格に向けてプレーオフ圏内をキープする横浜 FC と、このところの連敗で依然ボトム3を抜け出せないでいるサヌキの一戦です。さあ、そしてその横浜 FC レジェンズの一員として10番をつけてプレーをされました、ピエール・リトバルスキーさんがこの一戦キックインセレモニーを行います。リトバルスキー様、ありがとうございました。改めて予想フォーメーションも確認しておきます。前節と全く同じ 3-3-3-1 というような形になります。一方のアウェーさぬきです。前節は松本山雅対策3バックを採用して、これで90分を戦いましたけれども、今日はおそらく4バックに戻してくるんじゃないかろうかということが予想されております。おりました。アンドロドミンゲスの一瞬の加速が早かったですね。そうですね、ああいうとこキレを感じますよね。カルフィン・ヨワピンのクロスは逆サイドに流れました。北爪ダイレクト折り返しはシュートだ。ダイレクト合わせた今決定機でした。逆足になってしまいましたね、得意の左足ではなく右足。セットプレーの精度も日に日に上がっているレアンドロ・ドミンゲス、ピンポイントに合わせてきます。ディレクターキーパー野村のボレーシュート、キーパーよく反応しました清水健太。野村もダイレクト、難しいボールですが左足ボレーシュートで枠に飛ばしました。まあさすがですね野村選手ね。渡辺和人縦今オンサイドチャンス、今が入ってきた、中を見て左足アウトでかけるクロス、もう一度今、今井選手うまく抜け出しましたね、ここでアウトのパスも非常に面白かったんですけど、これ市村選手ですかね、はい、しっかり絞って対応して。佐々木拾って、中へ渡辺大吾シュートだ、キーパーダイレクトで狙っていきました渡辺大吾です。いい形作りましたね、はい、右サイドですが中に入っていました。イバ佐藤、さあ今度は横山 FC レアンドロ・ドミンゲス、優しいボールを野村に通しました。そして田所へ、さあ今度は横山 FC チャンス、田所のシュート、ミドルシュートは右に流れました。カウンターからゴール前決定機、その一手前の野村へのレアンドロのパスも絶妙でしたね。いやうまかったですね、もう抜けたチャンス、イバ前向く左から田所、中野村とレアンドロ、今が行く、倒れた、笛が鳴ってエリアの外からのフリーキックです。弾んだボール抜けて今が抜け出しました。後ろから倒した永田です。前半はセットプレーのピンチもよくしのいだ讃岐です。レアンドロ・ドミンゲス先制、横浜 FC51 分、近い距離も何のそのこの男の右足がゲームを動かしました。横浜 FC 先制、さすがですね。いやいいキックでしたね。清水選手逆動いてしまいましたね。スタートポジションはもう少し下がってる選手が佐々木のシュート、セカンド拾って市村、左足キーパー、南にとってはちょっとタイミングの難しいシュートになりましたが、よく対応しました。いいプレーでしたね、ここキックフェイント混ぜながら、お細かいタッチのドリブルからフィニッシュまで持っていきました。カルフィン・ヨワピンのブロック、取り返した、そのまま上がっていきます。カルフィン・ヨワピン田所からのボールを受けました。宮江、野村スペースが見えていた、野村折り返す、はい、後ろからシュートだ、最後は仕留めた渡辺和人、横浜 FC 追加点65分。リバが音に引きつけて、最後は入ってきた渡辺和人のダイレクトシュート、
横浜 FC が見事に崩して追加点、リードを広げました。まあ今見事なカウンターでしたよね。あのサメキとしてもちょっともったいない失い方でしたけどね。ヨアンピン選手がオーバーラップして野村選手が空いていたと、はい、野村選手もよく落ち着いてね折り返しましたよね、まあ、的確にキーパー南がディフェンスに声をかけながら、ニアサイド抜けてきた、プッシュ、詰め切れませんでした。サヌキ抜けてこぼれてきました。横浜 FC のゴール前、いやいいボールでしたね。ここで目安の4分台に入りました。追加タイム、佐藤主審もちらっと時計に目を落としました。そしてここでタイムアップのホイッスル、横浜 FC2 連勝。これで今シーズン13勝10分け5敗、勝ち点を49に伸ばしました。